こんにちは、にゃーたです。ひーたです。今日は神社にお参りするときに使う五円玉をピカピカにしてみようと思います。ちょいちょい溜まってる、くすんでる黄銅と亜鉛でできてるらしいんだけど、手垢とか他に何だろう、その他の汚れとかで、すごい色になってる。これが比較的綺麗。見せて。どうぞ。ちょっと色がひどくくすんだものだけを選んで、この子はだいたい綺麗だけど、この子磨いた方がいいね。まずは油性マジックを落としたり、シール剥がし、油、なんかの汚れ落としに使われるベンジンにつけていきます。おお、なんかもう綺麗。おお、なんかもうすぐ綺麗になったよ。持ってちゃう。くすんだ五円玉、これ入れてみます。わかるかな。なんか結構すぐ綺麗になった。もうちょっとつけておこう。くすんだ五円、これベンジン。次、メイク落とし。手の油とかが原因なのであれば、もう空っぽ？もしかして空っぽ？まだ入ってるようには見えるんだけど。メイク落としに浸しておきます。ではファンケルのマイルドクレンジングオイルですね。人の油には油で対抗。次はネイルリムーバー。これはアセトン系、アセトンと酢酸ブチルですね。入れていきます。次どうしようかな。よく言われてる酸性のもの、激落ちくんのクエン酸を使おうかな。見えない。クエン酸は顆粒状だね。クエン酸映ってない。クエン酸激落ちくん、これに水だと溶けにくいかな。お湯入れるよ。
一気に綺麗になった。お湯だからかな、お湯だと早いのかな。じゃあえっ、ー、と酸素系漂白剤、過炭酸ナトリウムですね。これも油汚れもいける。今度はこっち、クエン酸と混ざらないようにしないとね。お宮参りに行くときにキラキラの五円玉で参拝したらきっと気持ちいいんじゃないかなと思います。出てくよ、白くて見えないよ。さてさて、ベンジンの方、かけてすぐのはすっごい綺麗になったんだけど、後から入れたのはそうでもないね。もう一個いってみようか。これだったら分かりやすいかな。ジャバジャバ、ベンジンですよ。私はメイク落とし、おそらく表面の手垢とか人間の油とか皮脂なんかは落ちてると思うんだけど、どうでしょう、ピカピカっていう感じではない。もう少し磨かなきゃいけないと思うな。でネイルリムーバー、かかってすぐのところは綺麗になったんだけど、綺麗になってないところもある。10円玉入ってましたけど。10円玉入ってた？うん。それからクエン酸、熱そうだな。ツイ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 、これは黄色くないね。私は綺麗だけどな。待って、過炭酸ナトリウムの方まだ泡が出てて見えない。
お酢とかクエン酸とかでよく汚れが落ちるって。これだね。どうだろう、なんかみるみる変化してる気がする。同じくらいの汚れのもの見つけた。これとこれだ。同じくらいの汚れのものを入れて比較してみよう。なんか一気にキラキラになっちゃった。この子だよね。同じくらいだったやつ。うわ、一気にキラキラになった。この子も入れてみよう。黒い汚れなんだろう。この子もキラキラになったよ。クエン酸すごいね。さっきどす黒かった五円も磨くと綺麗になる。この汚れは何だろう、サビかな。青銅ですね。同じ銅です。酸につけると変わるのか。汚れは落ちてる気がする。クエン酸がついてないところはまだ黒い。ちょっと全然違うね。クエン酸の中でこすってるだけでどれくらい変わるんだろう。汚れてる。
すごい色が全然違う。10円こうティッシュで拭いて様子を、表面的な汚れは落ちてるね。ここが持ってたとこ、こっちが歯ブラシで磨いたところ、持ってたところはずっと黒いんだね。つけてた部分は色が変わってる。うん、この汚れ何なんだろう。ベンジンでもいけるのかな。ベンジンにつけてみましたよ。ほい。追加投入。あまり変わらないね。でもベンジンが一番手っ取り早いような気もしてきた。これはキレっぽい。くすんでる。同じくらいの汚れ、でクエン酸とベンジンにほい。どうでしょう。どれくらい入れてたらいいかな。どれとどれだっけ？これとこれ？引き上げてみるかな。脱回して、ほい。あら。クエン酸に入れるとなんか10円玉みたいな色になっちゃったね。ベンジン早いぞ。クエン酸に入ってたものをベンジンに入れるとどうなるんだ。ほい。
さして変わらない。あ、でも黄色みが帰ってきた。こっちの畑の方も見えてきたよ。あ、本当だ。ちょっとベンジンが最強なんじゃないかと思ってきた。待てよ、これ過炭酸ナトリウムの方なんか逆に錆びてきてない？え、ほら黒くなってきてる気がする。気のせい？気のせいじゃないね。うい、取れない。なんか黒っぽくなってる。この黒っぽいサビをこっちで綺麗にできるのかな。クエン酸で。こっちも黒っぽくなってるよ。はい、黒っぽいのがちょっとなくなった気持ち。でもどうしてもこういう赤っぽくなっちゃうんだね。次はこの五円玉を磨いていく。やっぱし黒くなる。黒っぽくなる。ピンクっぽくなる。不思議だ。時間的にアウトですかね。これをメラミンスポンジで磨いていくと研磨剤がないから。なんか綺麗になってる気がする。ちょっとひたすら磨いてみるよ。なんかキラキラというかギラギラになってきた。こうしてるうちに、これなんだっけ？ネイルリムーバーでつけておいたのが勝手にキラキラになっていた。すごいキラキラ。これ磨く必要ないんじゃない？すごいキラキラ。時間的に後がな気がするのは私だけ。ここまだ黒ずんでるところがあるけど、これはどうすればいいんだろう。
サビ、カビ、きれい。ネイルリムーバーのとクエン酸のとなんだっけ、ヘキサン、なんだっけ、ベンジン、ベンジンのとを磨いていきたいと思います。これはなんだっけ、クレンジングオイルですね。クレンジングオイルのは洗って、ちょっと水入れてみるよ、お湯か。うう、白濁した。汚れが落ちてる。すごい。表面の油は取れてると思うけど、まだ黒っぽい。これは歯磨き粉で磨いてみようと思います。じゃあねー。